テオフィロス、813年 ?842 年1月20日は、東ローマ帝国、アモリア王朝の第二代皇帝。同王朝初代皇帝ミカエル二世の子。中世ギリシア語読みは、セオフィロス。テオフィロスはギリシア語で、神に愛されし者のいで、ラテン語では、セオフィラスとなるが摂政となったが、830年頃、エウフロシュネは、テオフィロスのために、 花嫁コンクールを開き、パフラゴニア。地方出身で、レオーン後世時代から、テマアナトリコンの長官などとして活躍していた軍人、マヌエルの名のテオドラをテオフィロスの日とした後、修道院に引退した。ただしテオフィロスは、エウフロシュネが摂政であった頃から、政務には参加していたようである。 父が没した直後には父に味方して820年に、レオーン五世を暗殺した人々を捕らえて、首都コンスタンティノポリスの馬車競技場で処刑している。このことからも示されるように、彼は、構成を好む人物であった。毎週コンスタンティノポリスの街中へ出て、直接市民の意見を聞いていたことも師匠に伝えられている。またテオフィロスは、学問や演劇。 建築活動などにも深い関心があった。数学者レオーンを抜擢して、コンスタンティノポリスのマグナウラ宮殿で高等教育を行わせたことや、小アジア半島のコンスタンティノポリス近郊にブリュアス離宮を建てさせたりしている。この離宮はイスラーム風の衣装が取り入れられていたという。こうした活動は、後のマケドニア朝ルネサンスを準備した。また彼の時代以降、 地中海交易などが再び活性化していたこともあって、帝国の経済活動も盛んになり、7世紀以来初めて、銅貨の大量発行などが進められた。テオフィロスは、国会、カスピ海付近のハザールとの関係を強化した。その背景には、一つには、この頃から国会付近で活動が盛んになっていたノルマン系の人々への対応があったと考えられる。 また、イスラーム勢力の進出に対しても様々な方策を行っているが、その多くは成果を結んでいない。テオフィロスは、アッパース町に対して何度か遠征を行うが、大きな成果を上げることはできず、838年には、カリフのムータスイム自らの小アジア遠征によって、故郷である小アジアの拠点都市アモリオンやアンキュラを、 破壊されるという屈辱的な敗北を喫した。この戦いに、テオフィロスは自ら出陣するが、一時、コンスタンティノポリスでは、彼の消息が不明になり、宮廷内で混乱が起きた。また帝国に降伏し、将軍として利用されていた、クルド人のテオフォボスが一時半期を翻した。またテオフィロスは小アジア半島などで、手間の分割、再編を進めている。 父ミカエル2世の代からシチリア島、クレタ島に侵攻を開始していたイスラーム勢力に対しても効果的な方策は取れなかった。シチリア島ではアグラ部長の軍が831年にパレルモを制圧し、以降ここを拠点に着実に征服活動を行っていった。クレタ島はテオフィロスの時代にほぼイスラームの支柱に落ちた。これに対してテオフィロスは 艦隊を再編し、英ゲ海域に手間を設置し、コンスタンティノポリスを拠点とする中央艦隊を作ったが、それが彼の時代に大きな成果をもたらすことはなかった。一方で、レオーン五世時代以来のイコノクラスムを継承した。目立った方策を取らなかった父ミカエル二世とは異なり、彼はコンスタンティノポリスを中心に修道士への弾圧を行うなど、 強圧的な手法を取った。これには、彼の死で、837年に総主教に任命した、文法家、ヨハネスの影響があった。火のテオドラの遺恨を持っていたのを咎められている。しかし、彼の遺恨のクラスムは、全国的な広がりを示すことがなく、むしろ根強い反対に遭遇した。そしてテオフィロスの死と共に、テオドラが、政策変更に向けて、大きく、 舵を取っていく。テオフィロスとテオドラの間にはなかなか後継者となる男子が生まれなかった。そのため一時、アレクシオス・ムセレという人物を子としてカイサルに認じていたが、840年に次男のミカエル3世が生まれ、彼がテオフィロスの後を継ぐことになる。しかしテオフィロスは、その成長を見ることなく、842年に没した。没するとき、 数多くの側近、高官たちを枕元に集め、工事を託したという、ありがとうございます。